みんな、今日は私たちカルミナのクリスマスライブに来てくれてありがとう。今夜みんなのところにサンタさんが来てくれるといいね。お疲れ様、ご苦労だったな。拍手はもう聞き飽きただろうが、受け取るがいいよ。プロデューサー、私たちのライブどうでしたか？ああ、よかったよ。カルミナが躍進を遂げているようで何よりだ。ありがとうございます。つむぎやちかもプロデューサーに感謝してました。急な話だったのにプロデュースしてくれてありがとうございました。私は退屈を何より嫌う。楽しそうなことなら何だってやるさ。それに今日は楽しい楽しいクリスマスだろう。サンタクロースを気取るつもりはないが、浮かれた国民どもに享楽を届けてやるのもいいと思っての。いや、あんまりにも騒がしいから文句の一つでもつけてやろうかと思ったが、ライブとやらもなかなかの見物じゃったな。お主に言われて見に来て正解じゃったわ。お、あそこにおるようじゃぞ。さっきのアイドルの娘じゃ。え？うん？子供が迷い込んできたか。ここは関係者以外立ち入り禁止だよ、お嬢ちゃん。誰がお嬢ちゃんじゃ。わらわは世を滑るもの、イリア・オーンスタイン。わらわから見れば貴様の方がよっぽど小娘じゃというに。これは失敬。私はクリスティーナさんだよ、イリア・オーンスタイン。どこかで聞いた気もするが、どこでだったかな。いや、わらわのことはどうでもよい。尿があるのはそっちのアイドルの娘じゃ。あれ、お主、用があるならさっさとせんかい。あ、君は。おや、坊やじゃないか。クリスマスライブ見に来てくれてたんだ。ううん、お礼なんていいの。だって君にも見てほしかったし。ほほう、関係者用のチケットを渡していたのか。道理で楽屋裏までフリーパスだったわけだな。残念、警備の連中を後でどやしてやろうと思っていたのに。わらわはこやつにくっついておっただけで普通に入れたがの。やはり警備の連中にはきっついお仕置きをプレゼントしておくとしよう。今日はクリスマスだしな。プロデューサー、お手柔らかに。とんだサンタクロースじゃな。ん？何か妙な音がせぬか。今度はなんだ、鈴の音。トナカイが空を飛んでるよ。引いておるのはソリかな。これはまるで。ほう、どうやらここに降りてくるつもりらしいな。ほうほうほう、メリークリスマス、お嬢さん方。サンタさん？実際に見るのは初めてじゃが。今度は間違いなく不法侵入だな。多少痛い目を見せた後お引き取り願うとしよう。え？お、ま、待った待った、わしサンタクロースなんだけど。ほら、トナカイもおるし。証拠があるまい。
赤い服を着たトナカイ連れの空飛ぶ不審者の可能性の方が高いだろう。ふむ、言われてみれば確かにそうじゃの。そう言われれば否定はできませんけど。何でも証拠とは世知辛い世の中じゃの。わかった。じゃあそこの純粋そうな目をした少年、君は今何か欲しいものがあるかね。お安いご用じゃよ。お嬢さん方、見ておきなされ。大きな袋の中からマフラーと手袋が出てきた。最初から入っていただけだろう。まだまだ出るぞい。ストーブにこたつ、出来たての焼き芋もつけようかの。おお、熱々じゃの。その袋どうなっておるんじゃ。明らかに袋より大きなものが出てきておるが。これこそがサンタクロースの証。その人の欲しいものが出てくる魔法の袋じゃぞい。欲しいものが出てくる。こう。欲しいものが出てくる。どうやら眉唾ではないようだな。それでサンタクロースが何の用かな。私は確かにいい子だが、クリスマスプレゼントに喜ぶ年ではないぞ。それなんじゃがな、実は今この地域で新たにサンタクロースをやってくれるものを探しておっての。空を飛んでおったら心地よい歌とともに多くの人々が喜ぶ声が聞こえたものでな、そのものにサンタの才能があるかもしれんと尋ねてきてみたんじゃ。それってさっきのクリスマスライブ？どうかね、アイドルのお嬢さん。もしお嬢さんがよければじゃが、サンタクロースをやってみんかね。はい、やってみたいです。サンタクロースになってみんなに幸せを届けられたら、きっとアイドルとしてもう一つ成長できると思うし。そうかいそうかい、ならばこのサンタの袋を。ちょっと待て。なんじゃ。そのサンタクロースとやら、わらわたちもやりたいのじゃ。え、プロデューサーとイリアさんも。ほっほう、その熱い眼差し、無下にはできんの。そこの君から見てこの二人はどうかね。そうだろうそうだろう、さすがは坊や、正直で大変よろしい。面白いという部分が引っかかるところではあるがな。どうも引っかかるが。よかろう、ならばお嬢さん方をサンタクロース候補としよう。サンタの候補ですか。この袋はそう多くあるものではないのでな、三人の中から一人を選ばせてもらおうじゃないか。真のサンタは一人というわけだな。ではどうやってそれを決める。力比べなら手っ取り早くて助かるが。腕っぷしに自信があるのはお主だけじゃと思うなよ。わらわも真の姿に戻りさえすれば。もうプロデューサーもイリアさんも子供が見たら泣き出しそうな顔しないでください。もちろんサンタの仕事といえばプレゼント配り。これより袋の力抜きでこの町の人々にプレゼントを配ってもらい、最も人々を喜ばせたものを
サンタにふさわしいと認めよう。面白い。よかろう。負けません。ではこれはサービスじゃ。クリスマスにふさわしい姿になってもらうとしよう。ほうほうほう。うん、姿まで変えられるとはな。本物だな、その袋の力。ん？イリア・オーンスタイン、その姿は何だ？おお、元の姿に戻っておる。お主の力を借りておらんのに、これはますますその袋が欲しくなってきたの。この衣装かわいい。うん、なんだか頑張れそうな気がしてきた。ふん、無論だよ、坊よ。見ておれ、我が眷属よ。私のこと応援してね。サンタクロースになるのは私だよ。それではサンタ候補たちよ、この子らと共に行くといい。ブー、トナカイさん。赤いマントに帽子、まさしくサンタの相棒といった風体じゃな。それになかなかいい体つきだ。使い手がありそうだな。そうじゃろう、そうじゃろう。その者らはサンタクロースに選ばれたトナカイの中のトナカイ、エリートトナカイじゃからの。そのまんまじゃの。よろしくね、トナカイさん。ブーブー。では行ってくるがよい。わしは遠くから見ておるぞ。最終的に誰が一番人々を喜ばせたかはこちらで判断するからの。励むのじゃ、サンタ候補たちよ。ふんふん、今日はクリスマスなの。ミヤコはいい子にしてたから、きっとサンタさんがいっぱいプレゼントをくれるの。大盛りなの、山盛りなの、バケツなの。あそこにおるのはミヤコかの。ちょうどいいところにおったな。やっぱりみんなサンタさんからのクリスマスプレゼントを楽しみにしてるんだね。期待に応えなくっちゃ。よし、ならば手慣らしといこうか。まずはあいつにプレゼントを渡すとしよう。おい坊や、顔の広いお前のことだ。どうせ知り合いなんだろう。あのお嬢ちゃんの欲しがりそうなものを教えろ。
即答か。よほど自信があるらしい。簡単で良さそうじゃないか。都の好きなものなど100も承知じゃわい。ついてくるがよい、我が眷属よ。はあ、イリアさんが先に行っちゃう。ねえ君、私と一緒に来てくれないかな。ありがとう。君がいてくれたら100人力だよ。じゃあまずは材料を揃えなきゃ。え、何をするのって。プリンを作るんだよ。確かに手間はかかるけど、買ったものをあげるなんて味気ないでしょ。サンタさんからのプレゼントには真心がこもってなくちゃね。あ、そこの道具屋で材料揃えられそう。おう、いらっしゃい。卵と砂糖、あとは牛乳、そこにアレンジして何か。いいね、お嬢さん、サンタの格好よく似合ってるよ。え、ありがとうございます。お兄ちゃんも羨ましいね。こんな可愛い彼女さんとお買い物なんてさ。彼女？違います、私たちはまだそんなんじゃ。まだっていうか、いや、その私はアイドルだし、ファンのみんながっていうか、でも彼だけは特別っていうか。ん？アイドル？そういえばお嬢さん、どっかで見た気が。あ、これお題です。ありがとうございました。プリンのツリーはどこにあるの？気を取り直して、ミヤコちゃんにプレゼント届けよう。急いで作ったから簡単なものになっちゃったけど、喜んでくれるといいな。ん？この匂い、プリンなの。こんなところにプリンがあるの。ちゃんとメッセージコード付きで、ミヤコちゃんへって書いてあるの。いただきますなの。これはとっても美味しいの。どこで食べたのとも違う手作りの味なの。やったね、喜んでくれてるよ。もぐ、でも一口で食べ終わってしまったの。美味しいけど少なすぎなの。サンタのせいでもっとプリン食べたくなったの。プリン、プリン、プリン。もっとたくさん作ればよかったね。ぬるい、生ぬるすぎてお腹を壊してしまいそうだ。プロデューサー？クリスティーナ、どこへ行っておったのじゃ。サンタさんは忙しいのだよ。さあトナカイ、プレゼントの準備だ。何あれ、空にでっかいプリン。あれ全部がプリンじゃと。これクリスティーナ、加減というものを考えんか。加減？少子千万、欲望に限界などあるわけがないだろう。いつだって最大級の物量で攻めるまで。ふん、このトナカイなかなか使えるやつだぞ。町中からプリンをかき集めろと命令したら、あっという間に用意してくれた。持つべきものはトナカイだな。いや、どう見ても疲れておるようじゃが。何なの？空が急に暗くなったの。さあ
あ食らうがいい。サンタさんからのプレゼントだぞ。なんなの。わあ、これプリンなの。街中プリンだらけなの。まるでプリンの海なの。夢みたいなの。どうだ、あの喜びよ。私のプレゼントが一番だろう。プロデューサー、やりすぎだと思います。手段を選ばぬやつね。確かに都のやつは喜んでおるようじゃが。どんどん食べるの。食べても食べてもなくならないの。なんだよこれ。なんで急に空からプリンが。もう服がプリンでべちゃべちゃじゃない。誰が片付けるんだこれ。プリンの悪夢だわ。国民の喜びの声が実に心地いい。さあ次だ、クリスティーナ・サンタさんが通るぞ。己調子好きよって。わらわも次こそは。あ、待って、二人とも。いいのかな、このままで。クリスマス最高なの。ブオ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 。雪かき完了っす。雪で誰かが転んだりしたら大変っすからね。まあそんなそそっかしいのは自分くらいっすけどね。もうちょっと暖かくしてくればよかったっす。よし、次は素振り100回っす。寒い時は体を動かすっす。まだまだひよっこの自分が正義の味方になるには訓練が欠かせないっすからね。ただいま、我が古巣よ。みんな大好きクリスティーナ・サンタさんのお帰りだよ。さあ盛大に歓迎して、感激していっそ陥落してくれ。こらこら、何を堂々と正面から入っておる。候補とはいえわらわたちはサンタなんじゃぞ。そうですよプロデューサー、サンタクロースは煙突から入るのが基本なんです。いや、そういうことが言いたかったわけでもないのじゃが。こそこそネズミのように這い回るのは柄じゃない。ま、様式美に準ずるとしようか。31 32 33。ビシッ。あれ、何回目だっけ。よし、初めからやるっす。おや、あそこに見える愛らしくもいじりがいのある姿はまつりちゃんじゃないか。愛も変わらずちょろちょろするのが好きなようだ。感傷に浸る趣味はないが、あの姿を見ているとたっぷり可愛がってやりたくなる。すごいね、あの子。クリスマスなのに雪かきして訓練して、とっても頑張り屋さんのいい子みたい。ああいう子にこそプレゼントをあげなくちゃ。じゃ次の獲物じゃのって、プレゼントの目標はあやつで決定じゃな。よし、お主よ、あの娘の欲しがるものを教えるがよい。聞かんでもわかるが、知り合いなんじゃろ。
トラ？タイガー？同じことを繰り返しておらんか。あ、知ってる！舞台劇でやってた正義のヒーローだよね。これはもらったな。まつりちゃんの欲しいものなどこのクリスティーナさんにはお見通しなのだよ。さあ坊や、手を貸してくれるかな。断った時はその腕だけを持って行っても構わないが。そんなのダメです、プロデューサー。君はこっちに来て私を手伝って。うん、二人で頑張ろうね。あの子は正義の味方に憧れてるんだよね。どんなプレゼントがいいのかな。君はどう思う？え？私だけにしかできないこと？それって…うん、わかった、やってみる。トナカイさん、手伝ってくれるかな。ブー、しっかし平和っすね。クリスマスだからみんな家でのんびりしてるんすかね。ちょっと寂しい気分になってくるっす。いやいや、ダメっす。正義の味方に休日なんてないっす。何かあった時のため、気を引き締めて。キャー！誰か助けてー！なんすか、今の悲鳴は。格好した女の人が襲われてるっす。しかもあれはトナカイ。とにかく助けないとっす。そこの人大丈夫っすか。ああ、ありがとうございます。正義のヒーロー、トラタイガー様。え、自分がトラタイガーっすか。はい、私のピンチに颯爽と現れてくださるなんて、あなたは間違いなく正義のヒーロー、トラタイガー様。ん？このシチュエーション自分知ってるっす。助けを呼ぶ声がして、そこに颯爽と現れて、次はこういうっす。ついに登場、天下御免のスーパーヒーロー、トラタイガー。いろいろ気になるけど、なんかすっごい気持ちいいっす。ブラブラ。悪の怪人トナカイだめ。このトラタイガーがやっつけてやるっす。タイガースラッシュ。ブラ。剣が角で弾かれたっす。このトナカイめちゃくちゃ強くないっすか。トナカイさん、演技演技。急に苦しみ始めたっす。もしかしてさっきの攻撃が効いてたっすか。逃げていっちゃったっす。あなたこそ真のヒーローよ。感動っす。遅れを取ってしもうたわ。じゃが、わかったぞ。要するに、あの娘は力が欲しいのじゃろ。元の姿に戻った今、その程度は造作もなき方。さあ、魔力を分けてやろうぞ。サンタからのプレゼント、喜んで振るうがよい。あれ、なんか力が湧き上がってくるっす。あの人のとは違う感じっ
というか、なんかオーラみたいなの出てるような。今ならこんなこともできちゃったりして。タイガーフラッシュ！ちょっとエリアさん、何ですか今の。大した力だな。適当な方向に放ったからよかったが、下手をすると大惨事だったぞ。ふむ、加減を間違ってしまった。笑い事じゃありませんよ。いや、元の姿に戻っておるからいろいろと感覚がな。ま、力を与えたとは言っても一時的なものじゃ。一気に解放したりせんかったら問題はあるまい。あの娘が不用意に力んだりせん限り。またくしゃみが。あ、いたずらしたいな。でも落とし穴もびっくり箱も飽きちゃったし、兄ちゃんは何でも引っかかってくれるけど、せっかくのクリスマスだからもっと派手なのがいいな。ん？空からなんか落っこちてきた。なんだろうこれ。黒くて丸くて、もしかして爆弾？こんなに大きいの初めて見た。やったー、これなら兄ちゃんもびっくりしてくれるよね。はあ、もうすぐクリスマスが終わっちゃう。飾りつけたクリスマスツリーも片付けちゃうんだ。なんだかちょっと寂しいな。外に大きなツリーがあったらずっと楽しめるのに。外に大きな木が生えてくねぐね動いてる。これってツリー？でも動いてるし怖い。何これ、どうしたらいいんだろう。サンタさんに何をお願いした？私はね、旅行かな。お兄ちゃんは？僕はでっかい飛空艇。じゃあその飛空艇で旅行に行こうよ。サンタさん来てくれるといいね。うん。おい、聞いたかよ、香里。何さ？ランドソルのそこかしこで変なことが起きてんだってよ。なんか変なもんが空から落ちてくるとかなんとか。ん？空から？わ、もしかしてサンタさんじゃないさ？ああ、今日はクリスマスだもんな。てか、お前さっきから何食べてんだよ。見回り中だぞ。これさっき空から落っこちてきたんさ。お腹空いてたからちょうどよかったよ。空から？マジかよ。
そこのカオンの方々、ちょっとよろしいですの？なんだ、どうした？窃盗ですわ、泥棒ですわよ。それは大変さ。何を取られたの？飛空艇ですわ。は？新しく購入した飛空艇の試験飛行をしていたら賊に襲われて。飛空艇って盗めるもんなのか？何やらトナカイが乗ってきて、あっという間でしたわ。とにかく取り返してくださいまし。トナカイを指揮していた犯人は間違いなくサンタクロースでしたわ。サンタクロース？順調、会長、校長すぎて初めから自分がサンタクロースだったんじゃないかと思えてくる。やってみると楽しいものじゃな。民草どもの喜びの顔も悪くないわ。自身に当たる支配者の資質が怖いくらいじゃ。本当にこれでいいのかな。欲しがってるものをあげてはいるんだけど。君が楽しいならこれでいいのかも。あれ、でも君って記憶喪失だったよね。サンタクロースのことをよく知らないんじゃ。何にせよこれだけ人を狂気乱舞させたのだ。私がサンタになるのは間違いない。何を言うておるクリスティーナ。わらわのプレゼントを受け取った者たちの悲鳴を聞いたじゃろ。あの喜びよ。わらわにサンタの才があるからに違いあるまい。あの二人をサンタクロースにしちゃったらランドセルが大変なことになっちゃう気がする。つけましたわよ、あの派手な衣装。さっきの賊ですわ。本当にサンタクロースさ。さっきはゴヤっぽいものありがとうね。お礼言ってる場合か。おい、そこのお前ら、話を聞かせてもらおうか。あ、あいつらどっかで見たような。おっと、これはまずい。ち、見つかってしまったか。二人とも反応が犯罪者みたいじゃありません。行け、トナカイ、時間を稼ぐのだ。頼んだぞ、トナカイ、しんがりを死守せよ。なんだこいつら、トナカイ？邪魔をするならちょっぴりおとなしくしてもらうさ。でい！受け止められたさ。見事な角さばきだね。このトナカイ何なんだよ、強すぎだろ。サンタクロース、お待ちなさい。待てと言われて待つサンタなどいない。プレゼントが欲しく家の中で震えて待つがよい。私たち本当にサンタクロースを目指してるんだよね。自信がなくなってきた。
ふん、エリザベスパークだったか。ここを訪れるのは久しぶりだな。前はいつだったか。あ、まあそんなことはどうでもいいことか。何やら随分と荒れておるの。こんなところに人がおるのか。いえ、そんなことはないと思いますけど。でも本当にどうしたんだろう。柵とかボロボロ。もう何なんだべ。思わず牛みたいな鳴き声あげちまうよ。お、あんちゃんだべか。ごめんよ。ほら今ちょっと面白いボケも出てこねえべ。今日は薬日だべよ。クリスマスだってのに苦しんでばかり。これが本当の苦しみますって笑えねえべ。思ったより余裕があるようじゃな。それで牛の小娘、ここで何があったのじゃ。なんだべあんたら。揃いも揃ってサンタの服着て漫才師、いや大道芸人だべか。そんな感じかな。まあ聞いてもらえるならお話すっぺ。今日は災難続きなんだべよ。まず牧場で新しく売り出そうと思ってプリンをいっぱい作ってたんだべ。そしたらなんかトナカイがすごい勢いでやってきて、そのプリンを全部持っていっちまったんだよ。プロデューサークリスティーナ、熱い眼差しをこちらに向けないでくれ。やけどしてしまいそうだ。それだけじゃないべ。表で雪かきしてたらなんかとんでもねえ魔法さ降ってくるし、直したばかりだった柵がこの有様だべ。おい、エリア・オーンスタイン。それってまつりちゃんの。わらわか。わらわのせいなのか。おかげでうちは売る商品がなくなって牧場の修繕費まで必要なんだべさ。これじゃあこの冬さ越せないべ。ごめんよ牧場のみんな。プレゼント、そうそうだよね。わらわたちはサンタクロース候補じゃったな。坊やの言う通りだ。不運を嘆く者にこそ幸運を配ろうじゃないか。要するにこの牧場を再興させればよいのだろう。経営ならお安いご用。私に考えがある。待つがよいクリスティーナ。わらわもひらめいたのじゃ。大丈夫かな。君はどっちの案がいいと思う？よかろう。周りは私を血生臭い鉄火場でしか生きられんと思っているようだが、実は事業経営なんかもやっていてね。コンサルタントなら剣を振るより安い。マヒルとか言ったな。経営者はお前でいいんだな。プリンという着眼点はいい。名物を作ろうとするのは経営の基本だ。はあ、ありがとう、だべ。だが売りがプリンだけというのはいただけん。集客力が一時的に上がってもそれでは長続きしない。ほうほう、なんとなく
くわかるんだけど、結局どうしたらいいんだべか。職を売るなら客の胃をすべて掌握しろ。ここを訪れた客の胃を完全につかみ、満腹になるまで返さない。そういう商売をするのさ。なんだかすごそうだべ。どうしたらいいんだべさ。ここにステーキハウスを作る。え？幸いにもここには良質な素材が揃っているようだしな。ダメだべよ。牧場にいる子らは家族みてえなもんだべ。安心しろ、味は私が保証しよう。そういうことじゃねえべ。やっぱり冬は越せねえべ。寒空の下、オラたちは凍えて過ごすんだべ。諦めちゃダメだよ。私たちがなんとかしてみせるから。ん？望みよ、さっきから何をやっておるのじゃ。私にはピッケルを持って適当な地面を掘っているように見えるぞ。この牧場、広くて景色も綺麗だから、こういう場所に温泉とかあったらなって。なるほど、考えは分かったがな。それを思いついて実行に移すとは、さすがは泣く子も笑うカルミナのアイドルだがな。雨だれ石をうがつの精神は買うが、そのまま掘り続けても拉致があかんぞ。そもそも人の手で掘るのは現実的ではないからな。それでも私はサンタクロース候補ですから。そうだよね。あんたら牧場のためにここまで。なるほどな、クリスマスの奇跡というやつか。なぜだろうな、信じてみたくなったよ。プロデューサーイリアさん。イリア・オーンスタイン、いけるか。たやすいたやすい、手加減の方が難しいくらいじゃ。全員ここから離れていろ。巻き込まれても恨むなよ。何が始まるんだべ。マヒルさん、君もこっちに。行くぞ、バーミリオンバイト。すごい、地面が一気にえぐれて。さーて出てこい、鬼でも蛇でも温泉でもナンバーザーバロン。出た出たな出たな。夢みたいだべ。すごいべ、温泉だべ。これならエリザベスパークの大きな目玉になるべよ。大道芸人だなんて言って悪かったべ。あんたらは本物のサンタクロースだべさ。よかったですね。ぼーん、おお、トナカイたち、ようやく戻ったか。実にいいタイミングではないか。今からここに温泉を作るから材料を集めてきてくれ。私好みの豪勢な観光名所にしてやるさ。
かいたち、なんかどっかで見た気がするべ。どこでだったかな。ほうほうほう、ご苦労じゃったのお嬢さん方。サンタさん？なんだ貴様、全然姿を見せなかったが、本当に私たちの活躍を見ていたんだろうな。もちろんじゃよ、しっかりと見ておったとも。ならよいのじゃが、お主がこうして姿を見せたということは結論が出たということかの。うん、ここまで見させてもらったが、三人とも実によく頑張っていたと思う。人の望みを察し、それを叶えるために奔走する姿、素晴らしいの一言じゃ。多少行き過ぎたところもあったが、それも全ては人々を喜ばせたいという思いの表れ。サンタクロースをやるならばそれくらいでなくてはいかん。ふん、当然だ。わらわはいずれ世界の支配者になるのじゃからな。民草の望みを聞くのも務めじゃ。すごく楽しかったです。サンタさんってこんなに素敵な仕事だったんですね。それでこの袋を受け継ぐものなのじゃが、正直三人とも甲乙つけがたくての。おいおい、三人揃ってサンタだなどと日和見を抜かすつもりじゃないだろうな。それは納得いかんな。今までの努力は何だったのじゃ。うん、頑張ったからこそはっきりとした結果は必要だと思います。ほうほう、分かっておる分かっておる。じゃからわしではなく彼に決めてもらおうと思う。これまでの活動を誰よりもそばで見てきた彼に、サンタクロースにふさわしいものを選んでもらおうではないか。それならばお嬢さん方も文句はあるまい。うん、君が決めてくれるなら私どんな結果だって受け止められるよ。今日会ったばかりのサンタより信じられるのは確かではある。うん、ではお主に決めてもらうとしよう。さあ、一思いに決めるがよいぞ。本当に？ありがとう。なんだか夢みたい。カルミナのアイドルは伊達ではなかったか。サンタクロースでアイドルというのもプロデュースのしがいがありそうだ。わらわへのプレゼントは次のライブのチケットでよいぞ。期待しておるからの。ほうほう、なるほどの。わしはその選択を信じよう。では選ばれし者にこの袋を授けよう。うわあ！何事じゃ？トナカイさん？は？サンタさんの袋を奪って、は？待つのじゃ。それを返せ。うん、貴様どういうつもりじゃ。いきなり攻撃してくるとは。いい一撃だったぞ。もらえばただでは済まなかっただろうな。ああ、
トナカイさんどうしちゃったの？なんだか怒ってるみたい。どうしたも何も、主に謀反を企てたに決まっているさ。私も身に覚えがあるからよくわかる。クリスティーナ、お主ろくな経験をしとらんの。しかしこれはどうしたものか。お前たち落ち着くんじゃ。エリートトナカイであるお前たちがなぜこのような真似を。待って、サンタさん、トナカイさんたちの様子が。なんじゃ、トナカイどもがサンタの袋の中に入りおったぞ。この背筋を撫でつけるさっき、ナンバーズアバロン、いや私の本能が警告を発している。全員気を抜くんじゃないぞ。クリスマスを命日にしたいなら別だがな。あの袋の中からものすごい力を感じおるわ。何が起きとるんじゃ一体。見て、袋の中から何か出てくるよ。おい、これはタチの悪い冗談か。こりゃまた大きくなりよったな。二本足で立っておるし。トナカイさんたち合体したの？サンタクロースの袋をこんな風に使うとは。トナカイたちよ、それは許されることではないぞ。すぐにその袋を返すんじゃ。サンタさん、危ない。ブー。なんじゃと。うわっ、ブー。サンタクロースがトナカイになってしまいおった。私たちの服を一瞬で変えた延長だ。驚くことでもないんだろうさ。それよりも自分の心配をした方がいいんじゃないか。目的が反逆なら、その目標は。おや、おいおい、キビスを返してしまうのか。逃げてしまうとは興ざめだな。違います、プロデューサー、あれは逃げたんじゃなくて。おい、なんだよこいつ。何、何なの今、人がトナカイに変わって。でっかいトナカイさんだ。すごい。わあ、大きな袋。何が入ってるの？トナカイになるのは嫌だ。助けてくれ。あんたトナカイって何を食べさせればいいんだい。おお、町がにぎやかじゃの。ああ、今日は何の日じゃったかな。クリスマスですよ、おじいさん。ほら、おじいさん、毛深くなったね。町の人間は次々とトナカイにしていくじゃと。おいおい、このままだとランドソルがトナカイの町になってしまうぞ。それはそれで楽しそうではあるが。楽しいわけがあるものか。そんな町支配したくないわ。プロデューサー、イリアさん、トナカイさんを止めましょう。君も手伝ってくれるよね。うん、無論だ。行くぞ。
く追いついたわい。と、ここは見覚えがあるの。クリスマスライブの会場？ここを選ぶとはお目が高い。戦いも歌も舞台上の娯楽、存分に盛り上げよう。これクリスティーナ、単身で突っ込んでいくでないわ。こういう時は年長者に譲るがいいよ。わらわの方が年長者じゃというに。そーれ、角で受け止めた。なんのこれしき。おや、飛ばされおった。それ見たことか。かすっただけだ。本来受け止められるわけもかするわけもないんだが、ナンバーズアバロンの反応が鈍い。雪のせいか。あの筋骨隆々、見た目以上の霊力じゃないか。刹那の惑いを的確に打ち抜かれてしまったぞ。笑っていますけど、当たりどころが悪かったんじゃ。これがほころばずにいられるか。聖夜にふさわしい強敵、私への何よりのプレゼントだよ。プレゼントを横取りして悪いが、次はわらわの番じゃ。でかい図体には遠距離から攻めるに限るわ。わらわの魔法を。袋で吸収しちゃいましたね。何でもありにも程があるじゃろう。振り回してきよった。あんなもんで殴られたらひとたまりもないではないか。すまぬな、お主のおかげで助かったぞ。プロデューサーとイリアさんの攻撃が通じないなんて、トナカイさんこんなに強かったんだね。だが所詮はトナカイフズ。そうじゃそうじゃ、伝説の吸血鬼たるわらわの敵ではないわ。みんなで協力すればきっとなんとかできますよね。え？何？急にどうしたの？今の方向、何やら嫌な予感がするの。ふん、他にも芸を仕込んでいるのか。何が出るやら。え？これはトナカイに変えられた町の人たち？この広場に集まってきているな。にぎやかになってきよったな。ほとんどトナカイしかおらぬが。もしかして私何か期待されてる？みんなお待たせ。カルミナのアイドルがトナカイに張り合おうとしないでくれ。しかしさっきの方向、まさか。やはりトナカイを操っておるようじゃ。さすがはエリートトナカイというだけのことはある。大したリーダーシップだ。褒めてる場合じゃないです。
ますよ、プロデューサー。トナカイさんたちどんどん集まってきてて、このままじゃ囲まれちゃいます。君、守ってくれてありがとう。ムーン、周りのトナカイが存外邪魔だな。だがこいつらは元人間、切って捨てるわけにも。いや、もういっそ切ってしまおうか。やめんか。いずれは我が支配下に置かれる者たちじゃ。傷つけることは許さん。支配とかはともかく、傷つけるのはダメですよ。町の人たちはもちろん、あのエリートトナカイさんたちだって、もともとはきっと悪い子じゃないんですから。プルプルチッ、今の状況を理解していて、全員手と手つないで大団円なんて甘い理想を語っているのか。はい、だって今日は。ああ、そうじゃな。何しろ今日は。なるほど、そう言われてしまっては仕方がない。ならばお前がこの元人間のトナカイたちを何とかしてみせろ。あのデカブツは私とイリア・オーンスタインで片付ける。え、私がこのトナカイさんたちを？そんな、どうやって。何を戸惑う、お前は何者だ？私はカルミナのアイドルです。ならばアイドルとしてプロデューサーの要求に見事応えてみせろ。サンタだろうがトナカイだろうが、お前の歌で魅了してみせろ、のぞみ。はい、わかりました、プロデューサー。来るぞ、クリスティーナ。視線を釘付けにしよった。これがアイドルの輝きか。ならばわらわも派手に行こうではないか。のう、ご苦労坊や、エスコートを頼めるかな。クリスティーナ、いや、サンタさんのお通りだ。ぜーい。メリークリスマス。
さて、どうしてくれようか。そうじゃな、主に歯向かいおったわけじゃからな。ごめんなさいじゃ済ませられぬ。まずはトナカイさんたちのお話を聞きませんか。うむ、さっぱりわからん。確かにわかりませんけど、でもほら、伝わってくるものはあるというかね、君もそう思うでしょ。まっすぐな目をしておるが、お主、適当なことを言っておらんか。待っておくれ、お嬢さん方。サンタさん、わしにこの子らと話をさせてくれんか。はあ、すまぬお前たち、いつも世話になっておるお前たちの気持ち、わしは分かっておらんかったようじゃ。トナカイに帰られとる間、お前たちの声が聞こえておったよ。悲しみに憤り、自分たちがクリスマスを楽しめない悔しさも。そうだったんだね。ごめんなさい、トナカイさん。私たち自分勝手なことばかりして。本当に申し訳なかった。トナカイはサンタにとってかけがえのない相棒じゃというのに、喜びを配る者としてこんなにも愚かなことはあるまい。どうかどうか許しておくれ。お前たちがおらんとサンタクロースはやってはいけぬ。トナカイおってこそのサンタクロースなのじゃから。よかった、トナカイさんたち許してくれたみたい。で、話はまとまったか。なら行くぞ。は？おいおい、私に攻撃しておいてただで済むと思っていまいな。うむ、反逆のツケは身をもって払ってもらわねばな。本気ですか。すまぬ、今回の一件はわしの思いやりが足らんかったせいなんじゃ。どうかこの子らを許してやってはくれんか。そうですよ、プロデューサーイリアさん、せっかくまとまりかけてたんですから。いいからさっさとついてこい。そうじゃな、急がんとクリスマスが終わってしまうわい。まあもう待ってください、二人とも自分勝手なんですから。あれ、ここって。何をしている、さっさと脱げ。脱がせてほしいのか、甘えん坊め。え、ちょ、もう待ってください、プロデューサー、まだそこに彼が。こら、お主、なんでこっちに来とるんじゃ。男用はあっちじゃぞ。いい湯だ。じゃあの、骨身にしみるわい。プロデューサー、イリアさん、どうしていきなり温泉なんですか。私が入りたいからだよ。せっかく掘ったんじゃからな。というのも理由の一つではあるが、今日は一日走り回ったからな。疲れた体には温泉が一番じゃろうと思ってな。それってトナカイさんたちのために。ああ、よせ、そういう純な目を向けないでくれ。のぼせてしまいそうだ。
言い出したのはクリスティーナじゃからな。見た目と行動と言動にそぐわず優しいやつじゃの。いつかお前とはじっくり戦場でむつみ合いたいな、伝説の吸血鬼様。プロデューサーは厳しいところもあるけど、私たちカルミナにも優しかったですもんね。優しい優しいクリスティーナ様と呼ぶといいよ。ところで坊や、そっちの湯加減はどうだ？お主は厚めが好きなんじゃな。わらわは小さくなっとるからか嫌に熱く感じてな。イリア・オーンスタイン、温泉というのはしっかり浸かるものだぞ。私が沈めてやろう。やめんかいクリスティーナ。お主、わらわが小さくなっとるからってもてあそぶでないわ。プロデューサーとイリアさん楽しそう。トナカイさんたちも気持ちよさそうに歌ってる。しかしクリスマスに温泉とは少しばかり普通とずれとる気もするな。何を言ってる。今日の私たちはサンタクロースだぞ。そうじゃったクリスマスはサンタクロースにとっての戦場、終われば疲れを癒すのが当然。はいプロデューサー。まあでもあれくらいは言ってもよかろ。ああそうだな。そうですね。じゃあみんなで行きましょう。せーの、メリークリスマス。そういえばサンタクロースになる件はどうなったのかな。おお、そういえばそうですね。そうだったな。こういうことはうやむやにはできん。あの袋は絶対に私が。あの袋。クリスティーナ、お主先ほどあの袋盛大に切り裂いておったな。あの袋はそう多くあるものじゃないってサンタさん言ってましたよね。クリスティーナ、プロデューサー、せっかくの温泉だ。何もかも水に流すというのはどうかな。